はい、これから中本白秋のペンチ講座、今回は、ひらがなのあいうえおの書き方についてご説明します。ひらがなは、中国、伝来の、漢字の、簡略からできたんですね。できました。そのために例えば「あ」という字ですけれども「あ」という字は本来漢字の安定字なんですね。この字がですね、少しずつ崩されて、こう来て、こう来て、こうに書きますね。それはもう少し崩すとこうして、もう点は後からこう書いて、こう、で、こう。そして、今日のこのあって字。今日のこういうあって字ができるんですね。で、このあの、このあの美しい書き方ですけれども、あという字はですね、こう書いて、こう少しこう書いて、ここがこうちょうどこういうイメージですね。で、こちらからまたぐっと書いて、軽く右側の回転でこうしてスーッと、ここは揃えるイメージ。こちらはこう軽い右側のこう回転で書く。これがあの美しい書き方になります。それでは次、いっていう字をお勧めします。いという字は漢字でいきますと、持ってってこの字から生まれてるんですね。この字を少し崩しますと、こう書いてこう書いてこうこうこうに書きます。さらに崩しますと、こうこうしてこうしてこう崩します。それがこのここの部分がもう一つになります。こちらもこれがこんななって、そして今日のこのイができました。で、このイを美しく書く場合、どういうふうに書くかと言いますと、イはですね、まずこちら。ここから次の天空、筆脈を大事に、ここに筆脈を大事にとって、こう書いて、そうですね、一手で、ここが上がそれぐらいで、そして、こちらは軽くこの右案です。これでバランス良い一手一になります。これで「い」の説明を終わります。次は「う」っていう字ですね。ひらがなの「う」っていう字、「う」は本来漢字でいきますと、この冠をこう書いてこうしてこうして、この字から生まれてきてます。これをですね、少し崩しますと、こうしてこうこう書いて、こうですか。これがもっと崩すと、こう来てこう来て、こう上が横で、次の横はこうですね。で、これをさらにこう、これを崩すとこう来てこう、それをだん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 、これちょっとバランス悪いですけども、もう少し浮かんむり書いて、この感じですかね。で、これはこういう今日の「う」になってきます。この「う」の美しい書き方は、まず点を打って、筆脈を大事に、ここからこう筆脈を取って、ここは大体こう揃うような書き方が美しい。これが「う」の書き方ですね。次は「え」という字をご説明します。ひらがなの絵ですね。絵っていう字はですね、この感じなんですね。こう来て、こう。この字から来てるんですね。この字を少しずつ崩していきますと、こう来て、こう来て、こう来て、こう。で、さらに崩すと、こう。
でこれがだんだんな今日の絵ってこういう詩になっていってますね。それではこの絵の美しい方についてご説明しますと、まずこう天角をこう打ちますね。こう筆脈大臣ここからうんと右側にしてうわっと少し戻してこうこうがいて、ここはこうソロぐらいでここは少し右側にです。まあこのぐらいのイメージに描くものが美しいわけですね。最後にひらがなのおという字をおすすめします。おという字は漢字で書きますとキュッキュッ、この漢字から生まれてきてます。これを少し崩しますとちょっとこう来てこう来てこう来てこう、まあ、こういうふうに崩します。さらに省略しますと、もうこれはこうしてこう、これもこっち上に崩すとね、もうこんなに書いちゃうんですね。でこれがだん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 今日のこうきて、これがもう簡略化してこう回っちゃいました。こうこうして今日のおができてくるわけですけども、おの美しい方をちょっとご説明してみますと、おですね。おはですね、一画目こう書いて、キュッキュッ軽い右側の回転をかけてこうして、この点の位置を筆脈をずっと維持しながら、この横線とこの右端の真上のこのクロスするあたりにこう点をこう打ちます。これが美しい尾の書き方。こちらも軽い右側、あるいはここソロウレ、ソロウっていうのはこんなイメージです。こう下がソロウレ。よくですね、尾をこうここまできちっとかけてるんですけども、点をこの辺打ってしまいますと尾のこの文字の懐がこのぐらい見えます。点を遠くに打つことによってこう文字の懐の空間の間が大きくなって美しく見えます。もう一度書いてみますと、こう書いてこうこの辺りで打ちます。点で文字が成功するかしないかが決まる、そういった字です。以上、ひらがなのあ、い、う、え、おについてご説明しました。以上で終わります。